私ね、温泉旅行が好きで、ひなびた旅館に宿を取ることが多いんですがね。そこで私は異様な体験をしました。天井と鴨居の間、欄間ですね。夜に眠っていたら、そこから覗いてる目があったんですよ。一緒に泊まっていた友人を起こしてね、隣を確認しました。ろくろっ首の類かと思ったら、鏡台が置いてあり、そこに足をかければ簡単に覗けるんですね。しかし嫌な体験をしたものですよ。ビジネスホテルにでも泊まればよかったなぁと後悔しながら眠りました。なんだか気の晴れない朝を迎えて、旅館の人に昨晩の話をしました。すると、事の由来を教えてもらうことができました。旅館の人曰く、近親婚が繰り返されることを防ぐために、若い旅人を見繕う風習がかつてあった。ところが、見知らぬ相手と体を交えるのを望まなかった娘が自害してね、以来そのような現象が起きるようになったんですよ。まあ、よくある話です。大変申し訳なかった。他のお客さんからも時々そのような苦情を受けるのですって謝罪されました。むしろこの事実を後から知ってよかったなぁなんて思いましたね。旅館を後にして、たまたまその地域の人と話をする機会があったんですがね、その人曰く、話に聞いたような風習は存在していなくて、それよりも、とある旅館を営む人物に、摂氏症、摂氏症っていうのは覗きのことですな。その傾向があってね、町としても困っていると聞かされたんですよ。あの時私を覗いていたっていうのは、飲酒の話をでっち上げた旅館の人だったんです。おそらく今でも覗き続けてるんじゃないかな。